おんしゃーリオロスです。それでは本日も刀剣乱舞始めよう。はい、ですね、引き換え場は全部交換いたしました。うん、前回ね、小ガラス丸さんをに来ていただいて残り9点だったんですけども、手紙2つとあと啓示を結局はい啓示をいただきました。はい、なのでちょっと見ていきましょう。の前に、うん、せっかくだからフォリカークで豆まいてもらいましょう。おう、ほほほ、鬼は外、福は内。ああ、正統派。お兄さん怒っちゃったかな。お兄さん怒っちゃったかな。うん、誰のこと言ってるの、鬼のこと言ってるのか、それとも誰かのこと言ってるのか。はい、じゃあ書いていきましょうか。お、啓示。いい機会ですか。あ、わかりやすい。一緒に大掃除もしますか。大掃除しましょう。日常の庭は大きい幸之助。うん、手紙3通でもよかったかなとも思ったんですけども、やっぱりね、うん、あそこまでインパクトあるのだし、ものだし、なんかこれ以外でもらえることもないかなと思って、うん、これにしちゃいました。はい、大きい幸之助すごいインパクトだ。この存在感よ。うん、はい、どうしても気になって、うん、これにしちゃいました。はい、手紙はね、まあイベントのたびにはもらえますんで。はい、じゃあ啓示書いていきましょう。さあどうかな。でかでかい。うん、これしかもすっごい見てる。堀川くん気にならないから、後ろからすっごい視線を感じるってね。はいはい、以上でした。で、今日はですね、はい、お待たせいたしました。歌手清水さんの、うん、旅シリーズ、うん、お帰りシリーズですね。はい、見ていきましょう。まずは手紙3通からですね。はい、それではよろしくお願いします。押す。これ、クリックしても喋ったりしない?しないか。はい、来た。歌手清水より手紙が届いています。なるほど。主へ。ヤッホーヤッホー、前回のヤーもあれだったけど、ヤッホーできたか。ヤッホー、元気してる？俺は元気してます。修行の旅って言ってもさ、行くところの候補なんてそうそうあるもんじゃないよな。結局元の主のいた新選組に厄介になってるよ。新選組新選組大丈夫か。すごいな、新選組って確か入ったら抜けらんない組織だったと思うんだけど、大丈夫かな、うん、まあ俺をちゃんと扱えてた人の動きとか見れば俺も強くなれるんじゃないかな。そのうちまた手紙書きます。いいね、このマイペースな感じ、うん、なるほどね。ちゃんと、あ、そっか、扱いにくいって言ってたのは扱えてた人の動きを見ると、はい、でそこに強さのヒントを見つけるということですね。はい、わかりやすい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ2日目待ちましょう。おーす。はい、歌手君、はい、歌手清水より手紙が届いています。はい、読んでいきましょう。はい、主へ。ヤッホーもう毎回ヤッホーなんだね。うん、河川さんは毎回ヤーだったけど。そろそろ俺がいなくなって寂しくなってるよね。修行はまあうまくやってる、当然でしょ。それにしても変な感覚だよね、自分のすぐそばに昔の自分がいるってのはさ。ああ、まあそうだよね、今までの皆さんもその感覚を味わってるわけだよね。うん、この後あいつ書けちゃうんだよなって、自分のことなのに他人事みたいです。あー、そっかそっか、歌手さんの場合はそうなんだよね。うん、なんだろうこれ、え、なんだろうこれ。まあ複雑だよな。うん、今まではこう主が、うん、この後死んじゃうからとかそうとかってのあるけど、そっか、自分も折れちゃう、あー、シーンを目撃するわけか。はあ、
なんか複雑だねそれも。うん、はい、ありがとうございました。僕を理解してくれるのは、はいはい、ルゼンと、はい、あとは内緒だよ。さ、最後気になりますね、誰だろう。はい、じゃあ明日待ちましょう。ありがとうございます。オス、また明日もヤッホーで始まるのかな。ん、はい、来ました。歌手清光より手紙が届いています。じゃあ開いていこう。手紙だもんな。主へ、さあ3通目はヤッホーで入れるのか。ヤッホー、あ、入った。自分が折れるシーンを見るかもしれないとか、なんか、うん、なんかテンションだったけど、微妙なテンションだったけども、ヤッホーは、うん、外せない、はい。この前の手紙のせいで心配してるんじゃないかと思ってさ。おお、思ったよりメンタル強かった。うん、大丈夫だった。うん、心配してた、確かに。うん、柄にもなくああだこうだ考えちゃったみたい。今できることが大事なんだよな。歴史は変わらないし変えられない。でも俺があんたに今以上に愛してもらえるように変わっていくことはできる。すげえ、歌手さん強えな、メンタル強いな。うん、前向き。待ってて。待ってて、俺もうすぐあんたの一番になるから。おお、これはこれは愛される。おお、へえ、なるほどね。歌手さんやるな。うん、はい、最後の手紙。よかった、この手紙よかったわ。うん、これは期待大ですね。うん、帰りを待ちましょう。うん、ありがとうございました。上から覗いてるぞ、松井さんが。来た。久々にこっから撮れた。さあ、我々の歌手清光はどのようになって帰ってくるのか。お、なんか ポーズがスラッと、おーおお。派手になってきたぞ、だいぶ。この辺雅、この辺雅。ずっと好かれるために旅してきたんだ。ダメ？ダメ？また随分と愛されるキャラになって帰ってきました。またすごいな、これは。うん、なんて言ったらいいんだろう。本当、中世っぽさが入ってる感じ。うん、赤い、黒い、かっこいい。はい、お帰りなさい、歌手清水さん。はい、じゃあ、はい、本丸戻りましょう。おう、はい、それでは声を聞くために、うん、設定でちょっとBGM を下げて、音声を若干上げました。はい、では聞いていきましょう。可愛がってね、可愛がってね。やだとこだわるね、そこ。うん。俺が隊長か、成長したよな俺。おお。じゃあ聞いていこう。ちょっとは可愛くなったかな。あれがあれなくなっちゃったかな。デコっちゃって、デコっちゃっていこうが、デコっちゃっていこう、もう聞けないのかな。ちょっとは可愛くなったかな。ドレスアップ、あ、なんか違うのになってる。ドレスアップに、デコっちゃってがドレスアップになってる。ちょっとはもうないかな。も、結構俺可愛くない。こだわる。こだわるな、うま。はいはい、どうどう。はいはい、どうどう。お守りどうなんだ。お守り、あの最強のありがとうが聞けるのか。愛を感じるぜ。あー、個人的には前回の好きだったんだけどな、ありがとうってやつ。あー、まあしょうがない。まあ、あの、ちゃんと、うん、僕の動画には残ってるから、あれで聞けるから、うん、大丈夫。ね、もう一回。愛を感じるぜ。愛を感じるぜ。愛を感じるぜ。はい、
お帰りなさい。あー、だいぶ派手になりましたね。うん。いや、とりあえず豆まいていこうか。とりあえず豆まいていこうか。鬼は外アタック。なんだそりゃ。なんだそれは。一番頑張ったかも。なんだそれは。なんだそれは。はい。ついに俺たちも5周年を迎えることができました。ああ、はいはい。これは、うん。俺たちが愛された結果だよね。あ、はい。一年間、はい。じっくり愛してきましたよ。はい。ついに俺たちも5、そっちがその気ならこうだ！なんだ？つつきすぎかいきなり。へへ、愛されてる？はあ。そっちがその、へへ、愛されてる？あれ、つつきすぎじゃないな。もう。これか。降参だって。なんなんだ？つつき、愛、付き合いしてたんですかね。じゃあ登場見ていきましょう。うん、いやー、なんだろう。なんだろうな。うん、俺こっから、歌手清光、こっから川の下の子、河原の子ってね、うん、扱いにくいがせ、こうなってきた。主に可愛がってもらえるよう、可愛がってもらえるように旅をしてきた。他の誰かが扱いにくいって言っても、今の主にとってそうじゃなきゃそれでいいよね。じゃあ歌手さんにとってはその主に可愛がってもらうのがパワーになると。まあまあ、でもどの男子も基本的にはそうなんだろうけど、特にそこに特化したんだね歌手さんは。うん、なるほどね。あ、ちょっと構え変わったね。うん、なるほど。はい、お帰りなさいませ。うん、やっぱね、ちょっと鎧、腕のところちょっとこう中世っぽい、中世の鎧っぽいところはあるけれども、なんだろうな、黒い、そしてここがすごい派手になってる。うん、じゃあね、これからも、はい、よろしくお願いします、ヤマト君ともども。うん、ヤマト君が白に対し、うん、歌手さんは黒が、うん、メインという形で、うん、いい感じで、うん、ね、正反対な、相棒だけど正反対な、うん、感じになってきて、まあ相性はいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ歌手清水さん、はい、お帰りなさい、これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。おっす。さあ、連結も終わったんで出陣しましょうか。うん、行ってくる。行ってこう、行ってこう。で、やっぱりこれはね、ぜひともね、池田屋行きましょうか。はい、舞台はこのメンバーですね。はい、歌手清水さん、うん、今回の主役ですね。で、大和の神安田くん、はい、で、堀川国広くん、うん、泉の神金貞さん、長曽根小鉄さん、陸の神義行、むっさんですね、むっさん。で、このメンバーで池田屋2階に行くのは、僕の動画の59話、第59話以来の、はい、池田屋2階でございますね。このメンバーで、はい、行くのは久しぶりですね。はい、じゃあ歌手さんでご用改め行ってみましょう。ちなみにですね、なるべく軌道は同じにしました。うん、83、84、85、84、84、84、はい、だ、まあ割と、うん、みんなランダムに殴ってくれるんじゃないかな。若干のそっかレベル差あるか、うん、まあいいでしょう。うん、これでいきます。はい、でこのメンバーだとその当時の記憶が蘇ってくるんですけども、まあ結局はね、うん、脇差し1人、うん、5人内刀なんで、堀川君の取り合いなんですよね、これ二刀海岸が。はい、さあどうなるか。またどうなるか。あの時はね、そう、カネさんとだけはしなかったんだよね。意地なのか何なのかわからないけど、ほんとカネさんとはしなくて、うん、今回はしてくれるんでしょうか。はい、よーし、偵察開始。偵察開始。はい、さあ声聞けるでしょうね今回は。うん、あのフェイントと見せかけて攻撃がなくなってる、どうなってるかですね。はい、
御用改めである。御用改めである。さあまあ余裕でしょうこのステージは。うん。さあ聞かせておくれ。邪道だろうが勝てばいいよね。銃は剣より強し。切れろ。じゃ切れろ。そらよ。アタック。アタック。切れろ。アタック。あれ残っちゃった。邪道だろうが勝てばいいよね。はい。アタックでしたね。はい。僕ばっかり活躍して金さん拗ねないといいけど。おお、堀川くんが持っていく。はい。じゃあどんどん行きましょう。アタック以外の声を聞かせておくれ。ぜひ聞かせておくれ。よーし、まあ、今回は歌手さんの主役だけれども二島海岸はそうだな、大和くんは聞いてみたいんだよな。そう、大和くんね、あの極めて帰ってきた時はだいぶあの僕ビクビク動画にしたんですけど、ね、なんか思ってた以上に皆さん、うんね、むしろ愛らしいとかね思ってた以上に、うん、愛されてますな。そんじゃ、うん、愛されるために戦うかってね。はい、そうですね。頑張ってください。はい。三島海岸見せておくれ。遅いよ。見せてくれない。よう狙って、バン。殺してやるよ。二島海岸。お。二島海岸。お。二島海岸。お。ほら。見せてくれたよ。攻撃か、アタックの次は攻撃か、割と、うん、ストレートな物言いになってきましたね。うん、おお、まさかの一番最初にカネさんの見せてくれた。カネさん拗ねないといいけど。そしてまた堀川君が持っていく。そっか、二頭海岸してるとあれなのかな、堀川君が殴った扱いになるのかな、あれどうなんだろう。うん、どっちの功績になってるんだろう。あれは、ああ、にっかりにっかり、うんうん、ありがたい、次の男子のために、うん、あの温存しておきましょう。はい、じゃあね、何かあるまでは、はい、ボスまで飛んじゃいます。はい、何もないかったらそのままボス行ってると思います。よーし、愛されるために愛のために戦う闘士になって帰ってきた歌手清光さんでした。はい、二道海岸が出たら、はい、そんじゃ愛されるために戦うかってね。はい、自己嫌悪中です。おお、自己嫌悪するんだ。へえ、なるほどね。はい、せっかく誉れ取ったんだから喜んでいいんだよ。うん、はあ、初めて聞いた。サンキューサンキュー、サンキューサンキュー。いいね、みんなまんべんなく、うん、あれから誉れ取ってます。はい、あ、ボス行かずに臨時収入で終わっちゃいました。初めて行ったぞそこ。はい、というわけで、梶尾清光さんが今回は帰ってきました。うん、いや、見事な御用改めと誉れでございました。うん、ありがとうございます。おうす。はい、戦い終わって夜となりました。うん、季節はちょっとおかしいですけども気にしないでください。はい、カジュさんが帰ってきて連結も終わったということで、はい、サクサク行きましょう。また旅の時間でございます。はい、で旅なんですけども、もう初期投組も終わって、でうん、新選組も、うん、全員行ってきて、さあ次にどうしようという話なんですけども、いつも悩むのが、うん、心情的に行かせたい子と戦略的に行かせたい子で悩むんですけども、そのどっちも、うん、どっちも、うん、あるかなということで、もう映ってますね、道たぬき正邦さんに今回は行ってもらおうかなってとも思うんですけども、この人も同じ戦後村正さんも
多分戦略的にそう闘争が3つ持てて、でその旅もすっげえ気になる旅もすっごい気になるんですよねこの人も、うん、どうしようどうしよう、うん、まあそういう場合はちょっと振るあんな先輩の方に行ってみよう。どっちが先輩だっけ。どうたぬきさんの方が先だよな多分。さすがにどうたぬきさんの方が先だよな、うん、あどうだったっけ、うん、ああまあそうだよね、やっぱどうたぬきさんの方が先だよね。村正さん結構後っちゃ後だよな、うん、ああそうだよね、だいぶ後だ。南仙さんより後だったか、はあ、武前さんより後だったか、はあ、あれこれ上からだっけあれ下からだっけ、下からだよね、うんそうだよ、ね、下からだよね、うん、あれ武前さんより後か、あれ意外と新顔、もうなんかすごい古川のようなイメージあるけどはい、というわけでじゃあ戻して、はい、じゃあ今回はどうたぬきまさぐにさんに行ってもらいましょう。お、はい、どうたぬきまさぐにの様子がいつもと違うようだ。夜似合うねすごい風景に合うね、うん、お、いいところにいたな。え、偶然偶然出会って旅立つんだわって感じ。はい、修行に旅立ちたいようです。はい、手紙3つ、あれ3つもらったのあれか、まだ箱の中か、うん、はい、3つもらったんで今6個ぐらいになってるはずなんです。あ、2つか、あ、2つですね、失礼しました。なので、うん、まだだいぶ余裕ありますんでどんどん行かせましょう。おう、もうサニワビームを打つ時代も終わったんですよ。うん、時代は変わった。はい、じゃあ96時間をお待ちしております。歌手さんのセリフで本日はお別れしましょう、うん、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。じゃあ歌手さん一言どうぞ。あっちゃー、あんたのこと嫌いになったかな大丈夫、俺だけは愛してやっから。あ、ありがとうございますそれではありがとうございました。